よ。誠に勝手ながら、お前は俺に惚れてもらうことになった。強引に口説こうとしてもダメなんだから。気をつけな。この俺のキスは烈風山と呼ばれている。そんなのは嘘。やっと烈風山。失敗か。そこまで言うなら付き合っちゃう。よっしゃ。そういうわけで私とタックンは付き合うことになったから。ちょっと意味がわからないですね。マスター裏切るの。ねえねえ、これまた気合の入った。どうも料理人の強が乗ってしまったようで。くれ。もうでは会長のお弁当と交換でと受けてあげましょう。さあいつでも来なさい。いいですよね、可愛くて美味しいなんて最強ですよ。最強は言い過ぎじゃないか。いいじゃないですか、私の中ではそうなんです。俺らも食うか。そうですね。わあ、今日もタコさんウインナーあるんですね。もう定番だからな。わかったわかった。会長、確か牡蠣好物でしたよね。おお、屈辱。受け取らん。そんな高級なものを譲られても返せるものがない。タコさんウインナーでいいのに。神谷さん、したくない。私の分も作ってくれたんですよ。一人分も二人分も変わらんからな。あーむ、美味しいです。昨日から引き続き、なんだこの不穏なオーラは。なぜ意味もなく高級食材を俺に差し出す。絶対に何か企んでいるはずだ。人の姿をした家畜、プライドがなく他人に依存することばかりに長けた寄生虫、胸ばかりに栄養がいっている脳から、なんておぞましい生き物。私のタコさんウインナー。それじゃあ行ってくる。ごめんなさい、私はあなたのことを誤解してました。あなたはちゃんと人よ。今までは何だと思ってたんですか。違う。お兄ちゃん、古谷君、また同じクラスね。お兄ちゃん、ホタル妹さん。うん、あ、兄がお世話になっております。わあ、ご丁寧にどうも。いいえ、社交辞令ですので。それであなたは兄の何なんですか。何なんですか。え、何なんですか。まさかありえないと思うけど、もしかして二人は付き合ってるの。いいえ、お兄さんのこと好きなのね。はあ、何言ってるんですか。普通です。ごめん、こいつブラコンで。いいじゃない、可愛くて。私たちはただの友達。そうだよね、そうだと思って。まだね。ホタル、痛い。ただのクラスメート、仲いいの。他にも女の友達いるの。こら、ホタル失礼だろ。お兄ちゃんのバカ、私が心配してるのどうして分かってくれないの。お兄ちゃんもてあそばれてる。付き合ったって傷つくだけだよ。ホタル、別に付き合おうとか思ってないよ。前に私から告白したの、でも返事もらってなくて、だからまだなのよ。お兄ちゃん、この人ザレてる。返事だって決まってるのにね。いや、その私振られたのかしら。その通り、彼女なんていらないよね、私がいるんだから。ごめん皆川さん、でも軽々しく付き合うとか言えなくて。結婚とか経済力がないと子供も。どうしたの、早く振ってあげなよ。期待持たせたらかわいそうだよ。ホタル、くれーくれー、お兄ちゃん。好きじゃなくはないけども。私とのことここまで考えてくれたの。そういうわけじゃ。兄は真面目なんです。そうね、本当に真面目だわ、だから好きなの。違う。あれ、デク君だ。いないと思ったら。廊下を走るな。デク君もコスカイリョ。あ、うららかさん。失敗は発明の母ですよ、パワーローダー先生。
かのトーマス・エジソンがおっしゃってます。作ったものが計画通りに機能しないからといって、お前な、思いついたもの何でもかんでも組むんじゃないよ。一度でいいから話は聞きなさい。集め。あれ、パイ、お久しぶりですね、ヒーロー科の、全員お名前忘れました。緑リアイズ、イーダテンヤだ。わあ、秘密基地みたいだ。じゃ、コスチュームの説明書見せて。ケースに同封されたものがあるでしょ。ん、はいはい、見た目よりごっしりしてますね。違う、女王がいるのはシルトベルトとは逆方向か。なあ第二王女、この国を知ってるか。なんだ第二王女。第二王女って言わないで。なんだいきなり。私にはメルティって名前があるの。ほら呼びなさいよ、ナオフミ。呼び捨て。分かったよ、第二王女。もうメルティ、これでいいか。もう一回。はあ、どうした。いえ、何でもありません。違う。で、何の実験なの。相手のことを好きかどうか証明するための実験をしてたんです。氷室先輩が好きなんですよ、雪村先輩のこと。まだ確定事項ではないわ。今から実験してみましょう。やるぞ。まあこれくらいいいですけど、なんで私がこんなことを。あ、でも雪村先輩の撫で方意外に優しい。この男が氷室にドキドキしているのか、それとも女なら見境なく興奮してしまうクソ野郎なのか。イバラだ、貴様離せ。ほぼ同じ。正直に言うとだな、俺は女の近くにいると緊張で心拍数が激増する。雪村くん、女なら誰でもいいの。違う。最低、けだもの。だから違うと言ってるだろう。ここまで女とまるで関わりのない半生だったからな。ふんぞり返って言うセリフではない。おい氷室、俺の今までの交友関係リストがここに。だからそれが何か。俺が女と交友していないという証拠で。くっそ、黙れ。心拍数も恋のせいとは限らない。じゃあどうやって両思いを立証するか。ま、せいぜい頑張んなさい。別に嘘なんて思ってないわ。じゃあ何を怒ってるんだ。別に怒ってない。怒ってるじゃないか。怒ってない。いや怒ってるだろ。違う。青い姉さん。な、何よ。正直に答えてください。あのオガってやつのことどう思ってます。どうって。別に。まあ確かにあんなこと言われてびっくりしたっていうか、そのそこまで悪いやつには見えなかったし。え、嘘っすね。昨日からずっと心ここにあらずって感じじゃないっすか。まさか本気で惚れたとか言うんじゃ。あの赤ん坊もちょっと可愛いなって。ダメだこりゃ。我がと MK5 がやり合ったらしいぞ。マジかよ、あいつら空気読めよ。仕方ないわね。早く寝ないぞ。可愛い。な、何あの女。だからあの金髪の姉ちゃんが小賀の嫁。いいよなって。おい、へえ、そうなんだ。違う。お弁当忘れるなんて一生の不覚。お、師匠、このお弁当を私に。その代わり明日俺に弁当を作ってきてくれないか。このご恩明日きっちりお返ししれば。師匠にはお世話になってばかりなんで、私一生懸命作ってきました。でかいな。
ちょっと待った、抜け駆けは許さねえって言っただろう。俺も小田切の弁当食べたい。食べたい。小田切美代、今週の日曜試合を見に来てくれないか。青山ってそんな積極的だったか。